クゾの NBA ラジオ、はい、やってまいりました。絶賛スマスロまどまりで1万円くらい負けて、あんまり機嫌がよろしくない中でラジオを撮っているクゾでございます。今日も皆さん一日お疲れ様でございました。さあ今日も今日とて視聴者から届いたお便りについてラジオ形式で話していこうかなと思います。ぜひ皆さん今日もゆるりとラジオ感覚お楽しみください。さて本日話したいテーマですが、 YouTube 投稿のコメント欄から採用させていただきます。マジックについて話してほしいとのことで、でプラスですね、もう一個 Twitter の方にあった質問も組み合わせて話そうかなと思います。それは後で紹介しますね。マジックね、今シーズンレイカーズ2回やって、あもう2回で終わりか。インシーズントーナメントの決勝に来なきゃ今シーズンは可能性的にはファイナルまで当たらないっすね。まあそれは多分ないとは思うんだけど、はい、1勝1敗です。その試合と他の試合もポチポチ見てますね。全部は見てないし、ハイライトとかボックススコアでさらってるっていう感じなんですけど、私が撮影してるのが11月28日午後23時ぐらいなので、現時点での順位は12勝5敗でイースト2位、勝利数7割超えか。すごいね。え、7連勝か。すごいね。昨シーズン13位だったからね。もうすご。まあまあ、なんでこんなに急に強くなったかっていうところの理由を話していきたいんですけど、それはもう彼ですよ。ゴガビターゼですよ。はい、嘘です。ちゃんと話すと、ディフェンスですね。現時点でディフェンシブレーティングはウルブズに次ぐ2位ですね。オフェンシブレーティングは19位なので、それはもうディフェンスのチームと言って差し支えないでしょう。っていうか、昨シーズンのディフェンシブレーティング17位だからね、爆上がりしてるよね。なんでそんなに上がったかっていう僕の意見なんですけど、まずジェイレン・サックスの成長は大きいと思いますね。彼は2021年豊作と言われた年のドラフト5位で、ゴンザガ大のエースプレイヤーで、チャンシー・ビラプスと比較されたようなクラッチシュートが持ち味で、オフェンシブ的なポイントガードになってっかなと思いきや、現在マジでリーグ有数のペリメーターディフェンダーとして活躍してます。昨シーズン平均ミニッツが 23.5 分に対して今年 27.1 分と4分近く増加してますね。まあスタメンの出場も増えてます。でも昨シーズンからペリメーターのディフェンス能力ってのは評価されてた中で、なぜ今年ミニッツが増えたかというところなんですけど、ディフェンスのボイスリーダーとしての活躍がジャマール・モーズリーヘッドコーチから認められたとこが大きいと思います。やはりマジック若いチームっていうところもあって、リーダーの存在っていうのが昨シーズンから誰なのかなっていうところだったんですけど、そこの役割をサックスが担ってる。大事ですからね、その声出さないとさ。ディフェンスもコミュニケーションなんで、もう味方の位置を常に把握してる選手の方が少ないんで、あいつあっちだ、じゃあスクリーンのマークは俺が行くとかをやらなきゃいけないところをサックスが担当してますね。そう、意外と地味な役割かもしれないんですけど、サックスのオフェンス能力がぶっちゃけドラフト前期待されたほど伸びてない。今シーズン確かにちょっと伸びてるけど、めちゃめちゃ効率的なオフェンシブガードかっていうとそうじゃない。というところでサックスは自分のエゴを捨てた上で NBA で生き残る道をディフェンス、かつそのリーダーっていうところに見出したところがすごく評価されてるんだと思います。だからマジでサックスには謝りたい。俺正直開幕前まではマジック結構ガードが渋滞してて、今年後で話すけどアンソニー・ブラックも取ったから、まあ期待通りに活躍をしてないサックス、トレード出した方が価値あるからいいんじゃないと思ったけど、今やバンケロ、ワグナー、その次の次ぐらいにはトレードしちゃいけないプレイヤーになってますよね。はい、ごめんなさい。あとね、その、この間、バンバさんの、NBA ラジオの方、まあ、このラジオそのパクリなんですけど、聞いたところによるとね、ヘンリー・バンリスっていう可愛い NBA 女子バスケットボールの選手とは別れたっぽいのかな。ご愁傷様でーす。次のディフェンス向上の要因ですが、まあ、シンプルに、バグナーとバンケロのサイズが、相手チームにエースウィングがいると、つけやすくなったっていうのも要因になってくるかな。この間のセルティックス戦で、マジックね、セルティックスに勝ったわけなんですけど、そこで、ジェイレン・ブラウンとジェイソン・テイタムっていうダブルウィングエースいますよね。そこをバンケロとフランツがめちゃめちゃディフェンスで貢献してましたね。二人ともワールドカップでね活躍したプレイヤーでもあるんで、若いところにその経験が上積みされたっていう印象かな。というかずるいのが、バンケロもフランツもどっちかっていうと4番寄りのスモールフォワード、まあパワーフォワードかな、 3.5 番っていうところなんですが、この手の選手ってサイズあるからオフェンスでは生きるけど、機動力ないからディフェンスペリメーターとか穴になるよねっていうところ、彼ら二人は結構守れちゃうんですよね。でかくて上手くて守れるっていうところがめちゃめちゃずるい。もう少しわかりやすく言うと、まあうちのレイカーズの八村さんなんかいい例だよね。ビッグウィングとかにはつけるけど、ケビン・ハーター、キーガン・マレーとかみたいなランニングするタイプのスモールウィングには全然つけなかったよね、みたいなところを、バンケロとワグナーはめちゃくちゃ
守れるわけじゃないけど穴にならないよねってところが非常に大事。ローテーションでケアできるから。あーマジックドラフト上手くなりましたね。だって今サックス、バグナー、バンケロと21、22のドラフトでしょ。すごいね。今までドラフト下手の代名詞だったんですけどね、フロント変わってたっけな。まあ、ただ2人に言えることは、昨シーズンからオフェンスがすごく向上してるわけじゃないよね。もちろんね、同じところのポジションだから2人ともボールを分け合ってる印象があるから、平均20得点に届くかな届かないかなくらいなんだけど、将来的にはここどっちか主役決めた方がいいんだよね。それこそセルティックスのブラウンとテイタムが、テイタムが主役だったみたいな感じにした方がいいと思います。まあ多分バンケロになるでしょう。バンケロ今年課題だったスリーポイント、今 43.6% で 40% 上げてますからね。はい、効率の面ですごく良くなってます。まあ、フリースロー 65% ってなんかなんでだろうなと思うけど、そう、スキルセットはバンケロの方が多いから、天井的にはバンケロの方が上だよねっていう。ただ全体的にロールプレイヤーとしての役割を多く担えるのはバグナーだから、そこのバランスもマジで羨ましいですね。フランツの方が間違ったプレーをしないっていう印象かな。まだまだ僕が考える要因ありまして、まあ、ちょっとサックスの件と絡むんですけど、あの渋滞してたと思うポイントガードが実はめちゃくちゃ相手のディフェンスアジャストするのにすごい役立ってるってところ。今メインでマジックミニッツもらってるガードっていうのがサックス、アンソニー・ブラック、まあ、ゲイリー・ハリスもシューティングガードだけどガードかな、コール・アンソニー、ちょっと怪我多いけどマーケル・フルツ。そう、一番やっぱまあメインポイントガード任せられるのはハンドリングとかゲームメイクが安定するフルツなんだけど、まあ、彼の健康状態がちょっと思わしくないので、現状ブラックがスタメンになることが多いんですよね。まあ、ルーキーだってのはすごいよね。でベンチからは最近コール・アンソニーがマジシックスマン・オブ・ザ・イヤー級の活躍をしてるってところですね。マジックの中では彼が一番トレード候補になるかなと言われたところ、彼も存在感見せつけてるんで、マジで分かんなくなってきたね。オフェンシブに行きたいならその2人で、ディフェンシブに行きたいんだったらサックスとゲイリー・ハリスで、ゲームメイクをもっと安定させた上で全体的なサイズ感、リバウンドの強さを出したかったらアンソニー・ブラックを使うっていう、ここの使い分けがモーズリーめちゃくちゃうまいわ。普通だったらさ、こんだけガードがいたらさ、去年のどっかの紫と黄色のチェーンみたく、よっしゃー3ガードや4ガードやってやるんだけど、マジックだとこの選手たち、まあ、そのレイカーズの去年の選手たちよりかその実績を出してる選手が少ないから、エゴも少ないっていうところと、まあ、そこをうまくマネージメントできているモーズリーの手腕ですよね。あとはそのクリッパーズのガード陣たちと違って、ディフェンスでアイデンティティ発揮できる選手がいるので、使い分けもできるよねってところがでかい。そして現状怪我人がね、どのチームも増えてきたと思いますけど、この層の厚さでガードが誰かかけても補える選手たちがいる。いやー羨ましい。マジで一人ぐらいくれよ本当に。今レイカーズハンドラーもペリメーターディフェンダーも足りてないんだよ、羨ましいな。まだまだ要因ありますね。あのセンタープレイヤーの確率ですね。僕がメインセンター張ると思っていたウェンデル・カータージネ、今ちょっと怪我で出てないんですけど、そこをゴガ・ビタゼとモリツ・バグナーが綺麗に埋めていけてる。ビタゼはねめっちゃ驚いたね。そのペイサーズでドラフトされたんだけど、ルーキー契約のオプション行使されなかったんよ。要はルーキー契約中に、いやお前いらないわって言って、ところをマジックが拾ったんだけど、いや正直ね、いやそういう選手って目出ねえだろうなと思ってたら、全然今スタメンセンターだからね。ビタゼはね本当に渋いプレイヤーなんですよ。全然派手なスタッツは残さないんだけど、今は怪我で全休していなくなっちゃってるスティーブン・アダムスみたいな、気が使えるし体が強くていいスクリーナー、ロールマンになれるプレイヤーですね。どうしたマジック、そこの目利きとかもそんな上手くなかったよな。マジ誰か人変わったよね。ペイサーズ時代にね、そのビョークレンっていうヘッドコーチがいたんだけど、確かそのアシスタントコーチと試合中に喧嘩しちゃったところがね、なんかテレビとか抜かれちゃったんだよね。まあそういうところもあって、こう首脳陣との評価があまりコミュニケーションうまくいかなくてカットされちゃった部分もあると思うんだけど、マジックでは心機一転ね、そこのコミュニケーションモーズリーとはうまく今できてるんでしょうね。そしてアニ・ワグナーですね。モリッツの方なんですけど、彼はどちらかというとオフェンシブなね、ストレッチビッグとして活躍してますね。まあそこまでスリーポイントの効率いいわけじゃないけど、打てるっていうのが大事だからね、ストレッチビッグは。相手のディフェンシブアンカーを外に釣り出したり、自分たちのオフェンシブプレイヤーのスペーシングを開ける役割を果たせる。センターっていうのはリーグでも希少価値高いので、そこの役割を全うしてます。はい、じゃあこの選手どこでドラフトされたでしょう。シンキングタイム。ウィザーズ、いや違う、ウィザーズにいたけどね。はい、ロサンゼルスレイカーズですはい、この2人のセンターを使い分けられてっていうところと、先ほど言ったビッグイング2人が相性もいいので、リバウンドとかもね、比較的強いですよね。まあ、リーグの中ではそんな強い方じゃないですけど、ここぞというところでクラッチリバウンドとか取れたりもしてますね。ん?となると、あれ誰かビッグももう一人忘れてないかっていうところで、ジョナサン・アイザックさんが3年ぶりか?2シーズン近く休んでたよね。復帰したんすよ、今シーズン。ただ、彼に関しては、ぶっちゃけ微妙ですね。ほんとね、怪我する前は、ウィングスパンバチクソに長くて、ディフェンシブポテンシャルすごく高いのに、スリーポイントも打てるよねっていうところで、全然リーグにもいないタイプのビッグ
ウィング、センターもできるっていう選手だったんですけど、なんか怪我の影響で劣れたってよりかはディフェンスシステムを理解してないみたいなシーンが多いかな。やっぱりアイザックさ、前のヘッドコーチのスティーブ・クリフォード自体に若干輝いてたところもあるから、モーズリーとの相性が若干良くないのかもね。ミニッツはもらっててローテーションに若干入ってはいるけど、このままだとマジックの選手の中で一番トレードアセットになる対象かなとは思います。そのトレードの話はちょっとね、めちゃくちゃもうドンピシャの選手いるから後で話しますわ。まあそんなマジックさんなんですけど、以上の理由でディフェンスがすごく強くなったので今強いって感じなんですが、明確に弱点が一個あるんですよね。そう、あのスリーポイントがマジで入らんチーム。現状スリーポイントパーセントが27位ですね。あー、下の28にレイカーズいるわ。そうで、アテンプトも26位なんで、まあ別に入らないし打ってもいない、メインオプションになってないチームですね。それの何が悪いかっていうと、まずもうスペーシングが悪いですね。現代バスケにおいて僕が一番、もう一番って言っていい、オフェンス一番大事なのはスペーシングです。10年前の NBA と違って、こうミドルレンジ入るプレイヤーがいたら勝てるよねとかではなくて、もうスリーポイントを打って入れるチームが効率が良くて勝てるっていうのをウォーリアーズ以降証明してますから。それがマジックにはないっていうところで、オフェンスが停滞するシーンが結構ありますよね。そう、相手が引いて守って、でマジックスリーポイント打とうにも入らないから、中で攻めちゃうけど狭いから停滞するよねって感じです。そういう時に、時たまアンソニー・ブラックとかがめちゃめちゃ効果的なパス散らして打開する時もあるし、バンケロとかワグナーの個人切り行く時もあるけど、それが通用しない試合は負けるっていうイメージかな。今年ね、バンケロの3の調子が良くなってきたり、ゲイリー・ハリスも効果的に決めてはいるんだけど、もうちょっとメインハンドラーどころが決めてくれると嬉しいよね。サックスもそうだし、フルーツはま最近出てないけどそうだし、コーランソにも確率じゃ良くないし、ハンドラーたちの調子が悪いってのがでかいかな。ちょっとノンシューター扱いされちゃうっていうところ。バグナー弟もそんな良くないからね。なのでマジックが今後補強するとか、まあ、プレイオフを確実なものにするっていう場合はシューターの補強が必須かな。はい、一人ちょうどいいプレイヤーがいます。さっきトレードの話出ましたね。そう、マイアミヒートのダンカン・ロビンソンいっちゃおうか。やだ、ダンロビなんて不良再建じゃんと思うじゃん。今年結構いいからね。あのカッティングバスケで結構ヒートでうまいこと使われてるっていうのと、スリーポイントが若干復調気味なんで、タイラーヒーローが怪我してるっていうところもあって、ミニッツもらってますね。しかもアイザックと給料つうかサラリーがほぼほぼ一緒なんで、1対1でトレードできるから。そう、だからアイザックはヒートにめっちゃ合うと思うよ。ヒートもさ、でかいタイプの選手いないじゃん。バムアデバイの控えが永遠にね、今年トマブラ取ったけど全然使ってもらえてないから、めちゃくちゃ需要あると思うのよ、ヒートに対して。でヒート的にも確かにダンロビ今年良くなりはしたけど、ここ3年ぐらいはもう不良再建の代名詞と言っても過言ではない出来だったんで、今トレード価値が上がった今こそ出してもいいんじゃないと俺は思うよね。ヒートファン的には心苦しいかもしんないけど、ぶっちゃけ 18.1 ミリオンが1年あたり3年契約残ってるダンロビよりかは、2年契約のアイザックに切り替えた方が、まあ今後の動き的にもサラリーの柔軟性保てるから、全然メリットあると思いますね。まあそういうもんですからね、トレードって。お互いのチームにとって必要な選手ないと起きないですから、その不良再建と片方いい選手がないですから。で、この場合だとお互いサラリーも合ってるし、指名権とかの効果もなくていいから資産を動かす必要もない。あと、同じフロリダのチームなんで引っ越しが楽です。まあ、そこ逆にマイナス要素だけどね。そのライバルチームにいい選手同士あげちゃうとお互い仕様を送り合っちゃうことになるから、まあ、そこが懸念ちゃ懸念かな。まあ、これはあくまで一例なんで、ぜひファンの皆さん考えてみてください。まあ、他のマジックの選手についても軽く触れとくと、まあ、ジョー・イングルスの加入もね、ロッカールーム的にはいいでしょうね。あえて飛ばないマイケル・ジョーダンっていうところで、マジックに全然いないベテランの中でもいい影響を多分及ぼしてるとは思いますね。プレー面の以外でもね、彼はボーカルリーダーとしても結構いいと思いますから。あとさっきから名前挙げてるけど改めて言えば、アンソニー・ブラック、お前マジでいい選手だわ。俺こういう選手大好きなのよ。サイズ大きくて、なのにハンドリング安定して、コートビジョンが良くて、パスをうまーく散らしてくれるエゴの少ないプレイヤー、素晴らしい。マジでベンシモコースやめてね。ジョシュギリ、あ、ジョシュギリは未成年以降か。まあ、それビッグガードとして活躍してほしいかな。タイプは違うけど、それこそマジックレジェンドのペニー・ハードウェイのような活躍してほしいですね。まあ、ペニーはちょっとスコアラーでめちゃくちゃスターだったからね。もっとアンソニーに関しては地味なビッグガードとして頑張ってほしいな。ちゅうところですかね。マジックが強くなったようには、そのディフェンスがいろいろな意味で向上したところと、あの何か心を入れ替えたんか、人を入れ替えたんかな、はい、ドラフトが上手くなったところですね。以上でマジックの話を終わろうと、締めに向かおうとは思うんですが、一個だけその最初冒頭で言ったことですね。ツイッターでこんな質問、まあ、X から来てました。ハオさん、ありがとうございます。去年くらいから緩く NBA を追い始めているのですが、まだ推しを決めかねています。そこで総合的に考えて、今初心者におすすめできるチームを東と西でそれぞれ教えていただけないでしょうか、というところでありがとうございます。素晴らしい質問ですね。はい、東のチームは今話したマジックがおすすめです。いかがでしょうか。
まあ僕基準で NBA 初心者、まあ最近好きになったよっていう人に、なんか箱押ししたいなっていう人向けにおすすめしたいチームの条件としては、まず一つ目、再建が終わりかかってるチームですね。そういうチームの何がいいかっていうと、その有力な若手がいて押しやすいっていうところプラス、現状勝ちにもいけてるんで、楽しいっていうのが一番です。すいません、ちょっと名前出して申し訳ないですよ。本当に対はないんですけど、ウィザーズを見てください。再建チームですね。ド再建チームですよね。で、有力な若手、デニアブディアも中堅どころ、ジョニー・デイビス、どこ行ったのってところで、で、勝ててないっていうところですね。地獄ですよ、本当に。やっぱね、よほどメンタル強い変態以外は、バスケットかスポーツ全体において、推しチームが勝ててないって一番辛いことですから、地元とか、この選手が好きだから、この選手がいたら応援するとかだったらいいですけど、箱推しってなると、まあ、だからそれなりに勝ててんのやっぱ辛い。だから、俺も、ここ2、3年めちゃくちゃ辛かったの。まあ、昨シーズンファイナル行けたけどね、カンファレンスファイナルね。だから NBA 初心者の方が、まあ、今後長きにわたって一つのチームを推していくのであれば、今、そこそこ強いかつ、有望な若手、やっぱベテランとなると、まあ、それこそ引退が近かったりとか、すでに成熟しちゃってる部分があるから、成長曲線を楽しめないっていうところもあるんで、今、フランツ・バグナーとか、バンケロとか、アンソニー・ブラックがいる、このチームを推していくっていうのは、めちゃめちゃいいと思います。あともう一個、マジックならではのおすすめなポイントとしては、潰れるよ。だから俺さ、それこそ、ロサンゼルス、レイカーズっていうミーハーチームをしてるから、NBA どこ応援してるの？レイカーズって言うと、みたいな反応されること多いんで、そう、なんかミーハーチームをしてるとこはね、宿命としてね、そう言われる時があるんですよ。ウォーリアーズとかニックスとかはね。だから、まあ最近弱くて、まあマイナーチームというか、スモールマーケットのオーランドマジックを応援しとくと、俺マジックをしてるから、みたいなと言われる時はあります。おすすめです。ただ懸念点としては、その人気がないチームだと、試合の放送がね、少なかったりとか、まあ、NBA 楽天とはいいですけど、ワーワーでやらなかったりとかね。グッズが少ねえとかはあるよね。それこそ楽天のスポーツゾーンだったかな。売ってないとかはあるんで、まあ、だから、推しチームのグッズが欲しい、古着とかファッションしたいっていう時に、マジックないなとかはあると思います。まあ、ペニーのユニフォームはめっちゃ古着屋売ってんだけどね。はい、それでも良ければってところですね。僕は東マジックをしたいですね。まあ、他にもいるんですけど、今日はマジックの話なので、他の東のチームも小江チーム利用とか、西のチームに関してはまた別のラジオでお伝えしますっていうか、まあ、西の場合はね、まあ、できればレイカーズを押してくださいって感じですね。あ、そうだ、ちょっと忘れてたわ。このね、マジックの元の質問が、どこまでいけそうですかっていう質問だったんで、それにも答えておくと、僕は、ディフェンスの強くて若いチームっていうのは、若いけど下がらないっていうイメージがあるんですね。まあ、過去の例的に、グリズリーズとかそうだと思ってたんで、今弱いですけど、ここ2年ぐらいはそれ強かったんで。だから、このままのディフェンスレーティングを維持すれば、全然2位フィニッシュっていうのは、もう驚かないレベルだけど、まあ、多分、バックスとシクサーズが、どんどんアジャストして調子良くなってくると思うんで、まあ最高でも4位5位くらいでは終われそうなんじゃないかな。プレイイン圏内の7位以下にも俺落ちないと思うわ。はい、だからまあ最低でも6位。最高で4位とかにしておきますか、予想としては。まあ、僕シーズン前予想10位だったんで大外れというところで大変申し訳ございませんでした。なので皆さんもマジック注目してみてください。では、ラジオの方を終わりにしたいと思いますが、最後にもう一個だけ、まあ、軽い質問。動画1本分にするのは難しいなって質問を答えていこうかなって思います。YouTube の投稿コメントなんですけど、ヘッドコーチになって活躍できそうな選手について、ちなみに僕はロンドだと思いますという質問ですね。ありがとうございます。これあれかな？今、まだそのヘッドコーチとかコーチ経験がないけど、これからなりそうな選手ってことでいいのか、現役の選手っていうところか、まあ、二つ答えとくか、二人答えます。あ、ちなみに、僕は、ロンドとか、クリス・ポールとかは、厳しいと思うんだよね。まあ、なんでかって言うと、いや、ごめんね、この人はロンドって言ってるから申し訳ないんだけど、最近、名ポイントガードで名コーチ生まれてなくね？考えてみ？ジェイソン・キッド、スティーブ・ナッシュ。はい、言いたいことはわかるな。なまじい、頭も良くて、ゲームメイクでリーグを席巻した選手とかだと、当時とバスケ感が違う時があったりとか、まだガガ強えとかがあんのかな、コミュニケーション能力にあんま長けてなかったりとかもすると思うから、選手からね、こうリスペクトはされるかもしれないけど、結果に結びつくとなると厳しいのかなっていうところですね。最近のね、こう流れ的だと、ドック・リバースとかもそうだからね、もっとポイントガードですから、優勝はしましたけど、最近のバスケには適応できなくて、今現在アナリストっていうか、どっかのテレビ局いるよね。それを踏まえた上で、僕は、まあ、引退したでいいのかな、ロールプレイヤーの気持ちもわかる選手で、頭も良くてコミュニケーション能力に秀でてるっていうところで言うと、アンドレ・イグダーラとかどうです？
ですかね。まあ、最近引退したでいいのかな、もうあれは。はい。スターとしての経験もね、オールスター出てるからありますし、ウォーリアーズでロールプレイヤー E6 マン。キャリアの晩年は、そのハスレムのような形で、ベンチでのボイスリーダーとしても貢献してますから、イグダラめちゃめちゃいいと思いますね。まあ、彼にやる気があるかどうかは別ですけど。あと、現役でいいのか。タージ・ギブソンとかもいいんじゃないか。ああいう、その、あんまり試合出ないけど、ベンチでのロッカールームというか、コミュニケーションで残ってる選手とかもいいと思うし、イシュ・スミスとかもね、なんだかんだこの間どっかと契約したよね、確か。あと、アイザイア・トーマスとかもいいんじゃない？苦労分かってるから、そういう選手たちの気持ちも分かると思う。まあ、ポイントガードっていうところになるけど。そういうところじゃないですかね。まあ、結局ね、ヘッドコーチだけが戦術組み立てたりしてるわけじゃなくて、アシスタントコーチのあれもあるんで、ヘッドコーチはどちらかというと僕はコミュニケーションとかの方が大事だと思いますね。だからそういった選手じゃないですかね。あの、皆さんのね、思ういいヘッドコーチ、こういう人になるんじゃないかっていうのをコメント欄で教えてください。はい、では引き続き、YouTube コメントでも、まあ、できればメールの方がいいかな、読みやすいし、まあ、X とかでも名前呼べたりするし、あの、YouTube だと今名前呼べない ID 呼びになっちゃうんで、はい、まあ、何でもいいです。質問募集しております。はい、というところで、ラジオを今回終わりたいと思います。また別のラジオとレイカーズ速報とかでお会いしましょう。さよならっす。